人工知能技術適用によるスマート社会の実現プロジェクト。豊かな未来の実現のため、現在抱える社会課題解決のため、人工知能技術を用いてさまざまな研究開発が行われています。 NEDO では、人工知能技術戦略で定めた3つの重点分野、生産性、健康、医療、介護、空間の移動において、人工知能技術の社会実装を推進する研究開発を11のテーマのもと実施しています。現在のリハビリテーションは多くの課題を抱えています。例えば、リハビリメニューと日常生活の動作がつながっていないため、社会復帰への道筋が分かりづらく、モチベーション維持の低下につながってしまうこと、高額でパーソナルな指導でない限り、難易度が個々人に適切ではないリハビリメニューになってしまい、思うような結果が出ないことで継続が難しくなっていることが挙げられます。医療従事者側としても、人数が限られている上に、リハビリに励む過程での進捗度合いが数値化されていないため、一人一人への丁寧なケアが難しいという課題もあります。このような問題を解決するために進められる今回の研究に携わられた国立大学法人広島大学栗田氏に、今回のプロジェクトについてお聞きします。リハビリは辛い作業です。病院で医療従事者に励まされながらであればまだできますが、自宅に戻った後もリハビリを続けるためにはモチベーションの維持が必要です。 AI 技術を使ってリハビリの効果を可視化し、適切なコーチングを行うことで、身体的に不自由な生活を送る方を少しでも減らし、健康長寿を楽しむ世界に貢献したいと思っています。現在の医療現場において、患者さんの評価は医療従事者による目視並びにアンケート評価でされています。しかし、現場の負担が大きく、頻繁にデータを集めることが困難です。そこで我々は、接触の運動計測技術により、日常生活動作、すなわち ADL を推定する技術開発を行い、リハビリ効果の可視化と医療・介護情報のデータベース化を通じて、患者さん、医療従事者、そして国の三方にメリットのある運動評価技術を開発しています。まず、日常生活動作のスコアをできるだけ患者さんへの負担が少なく推定できる ADL 推定システムとして、共同研究先の企業からサービスとして提供する計画を立てています。また、収集したデータを活用したリハビリサポート並びにデータ駆動型人工筋リハビリ機器の開発につなげ、入院・在宅を問わず多くの方々に開発技術を使っていただきたいと思っています。最初は医療機関での活用を想定していますが、将来的には家の中や公共空間においても無理なく使っていただけるものにしたいと思っています。こうして既に収集されたデータは、人のデジタルツインモデルとして集積され、医療・介護にとどまらず、健康長寿に貢献する幅広い業態の活用が期待できます。我々の技術の活用により、自分の身体についてもっと主体的に、また具体的に知ることができ、人の可能性を拡張する未来へとつながってほしいと思っています。この研究が実装された社会では、研究のパートナーとして人間の行動を理解して支えられる機会の実現が可能になります。さまざまな人々の疾患の予防を可能にし、誰もが安全に健康に暮らせる社会へ、次の時代へ、もっと豊かな当たり前を。NEDO。